皆さん、こんにちは。ノリピーという愛称で親しまれて、アイドルや女優として活動をしていましたが、2009年に覚醒剤所持、使用、逃亡の薬満コンボを決めたことにより、逮捕され有罪判決を受けた酒井のり子さん。今回は酒井のり子さんについて、生い立ちと父親について、そして現在について紹介していきます。酒井のり子さんは1971年2月14日、福岡県福岡市の出身です。酒井のり子さんの生い立ちは壮絶であり、酒井のり子さんが生まれた当時、酒井のり子さんの父は覚醒剤所持で逮捕され刑務所の中にいました。酒井のり子さんの壮絶な生い立ちはここから始まります。一方の酒井のり子さんの母は、寂しさからか若い男と駆け落ちしてしまい、実の母親との生き別れとなりました。我が子を捨てていくなんてひどい話ですが、酒井のり子さんの母もまた不幸な生い立ちだったのかもしれません。どうやって母が酒井のり子さんと別れたかについては、まだ乳児だった酒井のり子さんを夫の実家のある佐賀県の山中にある寺に置いていきます。つまり酒井のり子さんは捨て子になってしまったのです。まだ乳児で記憶がおぼろげとはいえ、母親に山で捨てられるという事実は子供の心を深く傷つけたと思います。寺に捨てられた酒井のり子さんはその後、父の妹に引き取られます。その後、おばの住む家で育てられることになり、一時は埼玉と九州を行ったり来たりすることもあったようです。育ての親を転々とする生い立ちは、幼少期の酒井のり子さんにその後大きな影響を与えることになります。その一つの影響として、育ての親を実の母と思っていたことがあります。ですが7歳の時に父が再婚する際、自分の子供ではないと告げられ、父と再婚相手が暮らす福岡県に移ります。とある記事では拒絶されたと感じていますが、酒井のり子さんの半生を振り返った自叙伝である食材には、自分の子じゃないと言われた時に、本当の父親が引き取りたいと言ってるけど、のり子はどうしたいと聞かれていたそうです。受け取り方にはよりますが、選択をさせてあげていただけ、まだ恩情はあったのかもしれません。父と父の再婚相手と一緒に暮らし始めた酒井のり子さんでしたが、酒井のり子さんの父親はその後また離婚し、別の女性と再婚したのですが、酒井のり子さんは新しいママ母と暮らすことになりました。しかし酒井のり子は父親にも義母にもなかなか心から甘えることができなかったそうです。家庭環境が目まぐるしく変わる中、酒井のり子さんが安らげる時間なんてなかったのではないでしょうか。一度でいいから普通の家庭の暮らしをできていたらよかったです。こうしたことにより、父親は常に身近におらず、慕っていた人からは自分の子供じゃないと言われた酒井のり子さんの幼少時代は、寂しい気持ちでいっぱいだったことでしょう。自分を守ってくれて信頼できる大人がそばにいない生い立ちから寂しさはなかなか言えず、酒井のり子さんが大人になってからも様々なところで影響を及ぼすことになります。両親の関係についてどうなかったかというと、離婚が成立はしましたが、母が何者かに自殺に見せかけた方法で殺害されたといいます。詳細は調べても分かりませんでしたが、自殺に見せかけた他殺と明らかになっているとは、普通では考えられないことだと思います。アニメなどでは完全犯罪という風な題材の時に行われることがありますが、まさか現実で起こるとは思いもしないでしょう。酒井のり子さんはこんな事実を後になって知った時、恐怖感と不信感でいっぱいになったのではないでしょうか。ですが皮肉なことに、この苦労の絶えない生い立ちが芸能界では役に立ったと酒井のり子さんは後に語っているそうです。父親や大人の顔色を常に伺っていたため、芸能界でも人の気持ちに敏感に対応できていたとのことです。常に大人の顔色を伺わないといけないという生い立ちは壮絶ですが、その生い立ちをうまく活用して芸能界でトップアイドルになれたのですから、酒井のり子はたくましく活躍できていたのでしょう。さらに父について情報があり、どうやら酒井のり子さんの父は暴力団関係者だったようです。山口組系、伊豆組、酒井組の組長でしたが、覚醒剤の販売が主な家業という極悪な荒稼ぎだったために破門され、山梨県で闇金融を営むことになったそうです。酒井のり子さんの父親はどこまでも非道な人だったんですね。捨て子になった酒井のり子さんの生い立ちは、
悲しいものですが、坂井紀子さんの母が逃げ出した気持ちもわからなくはありません。ちなみに坂井紀子さんの父の葬儀の際、葬儀委員長を務めてくれたのがサンミュージックの相沢秀義さんです。不幸な生い立ちの坂井紀子さんですが、苦労した分救ってくれる存在がいたのも事実です。その後父がどうなったかについてですが、平成元年5月に山梨県の高速道路で事故死します。肉親が亡くなり、坂井紀子さんは身寄りがなくなってしまいました。坂井紀子さんの父は新しい妻の車に乗っていたそうです。覚醒剤を使用して精神不安定の中で起きた自暴自死とも言われていますが、不審な点が多く闇社会の闘争も噂されています。当時のテロップでは実の父を育て親と表記しており、ここからも複雑な生い立ちがうかがい知れます。こんな生い立ちがあった坂井紀子さんは、福岡県私立大名小学校を卒業して福岡市立舞鶴中学校に進学し、14歳から芸能界のオーディションを受け始めます。坂井紀子さんの父が福岡の朝鮮人部落出身という噂もありますが、部落差別があったために坂井紀子さんはオーディションに合格できなかったそうです。その後昭和60年に行われた86ミスヘアコロンイメージガールコンテストで坂井紀子さんはボム賞を受賞しました。本来このボム賞というものは存在していなかったのですが、坂井紀子さんの力量を試したいと芸能事務所サンミュージックの専務が見初めて急遽用意された賞です。ここから坂井紀子さんはトップアイドルへと導かれていきます。坂井紀子さんは芸能界に入ると事務所社長の自宅で下宿生活を始めました。当時サンミュージック社長だった相沢秀義さんは芸能界の両親と言われるほど人情のある人で、坂井紀子さんのことも芸能界のことを教えながら我が子のように大切に育てたそうです。下宿生活は4年間でしたが、本当の肉親らしい愛情に包まれた貴重な時間だったのではないでしょうか。トップアイドルまで上り詰めたことについて、愛されたいという気持ちは小さい頃からずっと持っている。相手が何を喜ぶのかといつも一生懸命に考えていた。アイドルやタレントとして突っ走ってこられたのも自分が愛されたいと思っていたからだと思う、と話しています。ですが坂井紀子さんが大人になり、愛するパートナーである自称プロサーファーの高曽雄一さんと結婚してから坂井紀子さんの人生が狂い出しました。プロ意識の高かったはずの坂井紀子さんの気候が目立つようになっていきます。何やら毒々しいタトゥーが足首に入っています。坂井紀子さんは足首だけでなく太ももなどにもタトゥーを入れているそうです。清純派だったはずの坂井紀子さんの髪型にも異変が出ました。髪の毛の染め方が特殊すぎてマスコミに取り上げられたこともあります。なんとなく顔つきもきつくなっていた気がします。その他にも仕事に遅刻したり、話し方がおかしかったり、酩酊状態で叫んだりと坂井紀子さんの異変が目立つようになりました。坂井紀子さんが車で逃走の上覚醒剤使用で逮捕された時はとても衝撃的でした。父親と同様の覚醒剤で逮捕されるなんて皮肉な運命としか言いようがありません。どんなに人情のあるスタッフに支えられアイドルとして歓声を浴びても、幼少の頃から深い孤独感を感じていた坂井紀子さんは覚醒剤から抜け出せなくなります。大人になっても坂井紀子さんを寂しさで蝕むほど壮絶な生い立ちは悪影響を及ぼしたようです。覚醒剤での逮捕を受けて坂井紀子さんは涙ながらに謝罪をします。周囲を裏切ることはもうないと夫と別れて新たに出直すことを誓いました。その後坂井紀子さんは介護の勉強をスタートします。親子揃って覚醒剤依存となっていた家庭で育った坂井紀子さんの子供が心配です。もう高校生になっているとのことですが、坂井紀子さんの負の連鎖が子供につながらないよう願っています。そんな坂井紀子さんの現在はいろいろな事情で断念し、現在は再び芸能活動をしています。3件300万円とも言われる高額なパチンコ営業で国内を回り、覚醒剤逮捕で生じた賠償金約5億円もほぼ完済の見込みと言われています。壮絶な生い立ちを経験した坂井紀子さんは、5億円の賠償金も自分の努力で解決できるのだからすごいです、
介護の方につきましては、2010年1月には当時の創造学園大学に特待生として入学し、ソーシャルワーク学科の学生となりました。しかし、在籍していた創造学園大学を運営する堀越学園に不祥事や債務超過などから解散命令発令が言い渡されていました。酒井典子さんは記者から介護の勉強はどうするのと質問されると、続けるかはわかないが学んだことは形にしていきたいと答えていましたが、介護の勉強は大学がなくなった2013年3月に終了していたそうです。この当時、介護の勉強をやめたことで多くの批判が集まったとも言います。そんな現在は芸能活動を再開させている酒井典子さんですが、ディナーショーがメインの活動になっているようです。高い席ではチケット1枚3万5000円という強気な金額ですが、全国6カ所で200から300席のショーを満席にしています。もっとも客の4割は中国、台湾からやってきた熱狂的ファンだそうです。今後コンサートを行うかについては、2016年7月に公式ファンサイトをオープンし、ファンクラブが再結成されることになった酒井典子さん。また、9月22日には1200人動員予定の単独コンサートが16年ぶりに行われるということが報じられました。これに向けて、酒井典子さんはダンスレッスンを受けるなど、しっかりと準備しているということがあったということです。いかがでしたか？今回は酒井典子さんについて、生い立ち、薬物使用逮捕、父親、現在について紹介しました。衝撃の覚醒剤事件から現在は芸能界へ復帰して歌手活動を頑張っている酒井典子さん。世間からの厳しい声もありますが、ファンサービス旺盛で優しい酒井典子さんの頑張りが実り、少しずつこれからを明るく変えていけることを願っています。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。